このビデオではマトラボを異なる OS プラットフォームでご利用される際に M ファイル内の文字化けを防ぐ方法についてご説明いたします。最新版の R2020A から UTF-8 の文字コードに対応しました。UTF-8 形式のファイルとして保存することで異なる OS プラットフォームで使用する時の M ファイル内の文字化けを防ぐことができます。 例えば、異なるプラットフォームとしてデスクトップ版マトラボ、オンライン環境のマトラボオンライン、マトラボモバイルの間で日本語コメントを入れたプログラムも文字化けせずにどの環境でも同じように実行できます。過去のバージョンで作成された M ファイルも UTF-8 の形式で保存し直すことができます。例えば、過去に作成した M ファイルを 他の人に配布したい場合、文字コードを UTF8 形式にすることで、異なる OS プラットフォームでの文字化けを気にすることなくご利用いただけます。なお、ShiftGIS 形式から UTF8 形式にファイルを保存し直す際は、MatlaboOnline、MatlaboMobile ではこの操作を行うことができませんので、必ずデスクトップ版の Matlabo で行ってください。今画面に映っているファイルは、 過去のバージョンで作成したファイルです。右下を見ると文字コードがシフトジスになっています。ここではシフトジス形式のファイルを utf-8 形式に保存する例を示します。操作は簡単です。左上の保存タブから名前を付けて保存をクリックします。ファイルの種類をクリックし、 マトラボコードファイル UTF8 を選択します。こうすることで UTF8 形式でファイルを保存することができます。UTF8 で保存した後、右下の文字コード表示を確認してみると UTF8 に変更されていることが確認できます。UTF8 に変換されたことを確認してから、異なる OS プラットフォームでこのファイルをご利用ください。 以上で説明を終わります。